それでは腹筋のトレーニングを行います。クランチといってお腹の正面、腹直筋を鍛えていきます。鍛えていくとシックスパックになることができます。それではやってみましょう。まずは仰向けになります。仰向けになったら股関節、膝、足首、この3つを全て直角にしていきます。そして骨盤の位置を調整をしていくんですが、このように前傾をして腰が浮いてしまい反る状態を作ってしまうと腹筋ではなく腰に負荷がかかってしまいますので、骨盤を後傾し肩甲骨からお尻までがしっかりと地面につくようにセットをしていきます。さあ、それでは早速やってみます。まずは手を地面から浮かせて、指先の向いている方向に向かって頭を起こして、肩甲骨が地面から少し離れるように上体を起こします。その後に下がります。上がるときに息を吐いて、下がるときに息を吸います。その際できるだけ頑張って上体を起こし、おへそを覗き込むように上半身を起こしていきます。こちらの腹筋ができる方は、指先の向いている方向に向かって体を大きく起こしていきます。下ろします。息を吐いて吸います。このように完全に肩甲骨が地面から離れて腰だけがついている状況を作っていきましょう。このトレーニングもできる方は、指先をご自分の足首に向かって上体を起こしていきます。実際に足首に当たらなくても、ご自分の手を足首、くるぶしに当てるような気持ちで上体を起こしていきます。その際上半身を起こす際に息を吐いて戻す時に吸っていきます。この動作はできるだけ大きく行っていきましょう。はい、以上になります。